はい、どうも、ルパンです。というわけで、今回もですね、バトルフィールド4やっていこうかなと思います。またね、ちょっとね、間が空いてしまって本当に申し訳ないです。まあ、花粉症でね、なかなかね、動画が撮れなかったりする日がね、多かったので、まあ、ちょっと許してください。というわけで、今回は、ロッカーを KN44 でね、行こうかなと思います。まあ、ここのマップでこの武器は合わねえだろって思うけどね。まあ、やっていきましょう。KN44 の、コブラ、レーザーサイト、マズルブレーキ、アングルファグリップ。で、まあ、いつも通りのね、やって、タートル。これでいこうかな。よっしゃ、行くぞ。うわー、なんだこりゃ。また、すごいことになってんな。人口密度の高さ。うわー、なんだこりゃ。やめろ。やめろ。やめなさい。よいしょ。これはいたちごっこやな。裏回ろうか。裏回り班に、ちょっと、裏回りを手伝おうか。ちょっとあれやね。まとまりすぎだね、あれは。あれはさすがに多すぎやろってね。ちょっと思うな。よっしゃ、久しぶりやな。いつもね、レインボーシックスとかね。まあ、やってちょっと、あれは少人数のね、感じなんだけど、今回はね、すごい大人数の、やつやっていこうと思います。おいよ。まあ、一回グレネード投げて、ちょい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 。ほら、よっ。あれ。なんという。なんという。弾幕、あー危ない。あーダメか。弾幕張ってても、おっと。ちょっと起こしてくれてありがとう。今回ね、バーストでね、武器を。あれ？よいしょ。起きて起きて起きて。あ、ごめんね。今回はね、武器としては珍しいバーストをね、使っていこうかなと。いない？どこや？見えんな。ちょっと、わからんな。ちょっと待ってよ。敵がいるよね。おぉ、マジか。ちょっとやられたな。いやー、スカイチか。スカイチは強いね、やっぱ。いやー、押されとるな。まあ、裏取りがちょっとできてない。あー、でも、若干、そっちに入ってる感じやね。あんま中、行きたくないな。あんま中に行っても。って感じだけど。おお。あ、うわー、すごい。よいしょ。よし。これ、ひどいな。うわー、ダメだ、これ。これはひどいな。あそこの入り口で、なんだろう。やっぱやってるな。あんまこういうことやってるとね、よくはないんだが、あ、危ない、危ない。さすがにバーストだとあんなに来られたらさばけんな。AK 中に、おお、なかなか 縛りプレイかな。なかなかね、見ないけどね。ちょっともう一回裏取り行こうか。ちょっと入られてるけど、ちょっと裏取りというかそっち行った方がいいと思うんだよな。潰されてるからね。お、文体さんが湧いてくれた。ありがたい。中行きたいんだよね。お、いいね、いいね、裏取りさん。こっち行くのやめよう。こっちだな。こっちでいろいろやってるね。さあ、私は KN44 だから、まあ、結構ね、安定した武器なので。で、意外とね、遠距離が当てやすい。ね、バーストで撃ってるけど。すげえな、LMG か。めっちゃね、乱射してたから。なんやと思ったけど。LMG か。うわ、心強いね、LMG はね。投げて。
入って、わおうわーマジかくぅ、ちょっとね音割れしてるかもしれないんですけど申し訳ないです。 AM416 うん、いいね。いや KN44 の良さが伝わってないなんで KN44 にしたのかっていうとね、まあちょっと久々なんでね、まあこういう武器で行こうじゃないかと。当たらねやめろ、逃げよ逃げよ逃げよ、これはナイス、いいね、よしこれで裏が取れたぞ。私こっち行こうか、こっち方面の敵さんと相手してあげたいな。来るんじゃねえか、投げて、いや、こっちの、うわマジか、一回逃げて、うんーちょっといないな、下に行っちゃったかな、さっきの人は。どっかここら辺にいてくれると助かるんだけど、拠点取ってるな、出てこい、うわーどこにいるマジかー、やっぱロッカーは混戦だな、かなりここは。うん、なんかすごい人口密度がね高くなって、おっとチャーリー取ったね、ナイス、そしたら攻めようか、うわちょっとここで前に出る、よし最初のペンギンになるぞ、最初のペンギンに、うわどんだけおんねん何なんだよこの量は、もうおお、やばいな、あめっちゃおるな、いやバーストの方が強いっちゃ強いんだけど、あ、失礼しまーす。どこだどこだ、なんかめっちゃ撃ってない、お撃ってないか、さっきすごい LMG で構えてる、うわなんとやろ、なんちゅうやろうだうんーやばいねこれ、あぶね丁寧にね、丁寧に一発一発確実に当てていこうか、ここが見えるから、頭打っちゃってんなごめんね、味方さんの頭を打つっていう、オッケーヘッドショット、この武器で結構頭当たりやすいからね、こう弾幕を張ってあげると、ほらねもう一回持ってきたね、この辺よくいるからね、っていうところに決め打ちして、もう作業作業になってるな痛い、うわ弾切れになった、マジか弾ないか、おらよ起きろお前ら、起きろ起きろいいつでもいいぞ、おら弾がないんだよな、誰か弾薬くれませんか、いやー皆さん弾薬をください、いないか、うんー弾がないからな、よいしょ、誰かの弾を拾うか、それならっていうふうにするしかないんだよな、うわスナイパーかこの人、うわ高倍率ダメだな、どっかこの人どっか持ってない武器、マジかスナイパーか、
ダメだな、当たんね。いってえな。弾薬持ってないからな。よいしょ。うわー、まだか、同打ちか。いやースナイパーはね基本使わないからな、使えないんだよな。ここ壊そうぜ。あ、いいよ。あ、 M9 かこれ。まあ、ハンドガンで戦うか。うわさすがに出すぎたか。ちょっとね、さすがにね、スナイパーはできない。ちょっとスナイパーは無理。基本スナイパー使ったことないからね。使ったことはあるはあるんだけど、まあ、基本は使わない。あ、当たんねえ。よいしょ。一回前に行こうか。マジか。一旦下がった方がいいな、これ。一旦仲間さんのところに下がろうか。よいしょ。よいしょ、あれ、バーストだからね、意外と弾の消費量が。おらんか、いるよね。よいしょ。あー、まあちょっとなんか展開的にまずくなってきたような気がするけどな。まあ、でも一応チケット差的に上がってんのか。この人に行こうか。ついていこう。あ、こっち、あ、こっちあれか、敵のあれか。リス1だね。ちょっとリスポンで狩るのは、あんま好きじゃないからな。ちょっとね、なんかちょっとかわいそうな気がするからね。ここがすごい激アツやな。裏もあるか。もういるんじゃない？いない？下かこれ。下やな。さっきどっから撃たれた？うわ、めっちゃおるやんけ。オッケー。さあ。ああ、もうこれは、もうこれは、きついっす。無理。さす、うん、ちょっとあれだね。まあ、敵があれだね。やっぱ、リス1から湧いてるからね。久々すぎてもう、弾が当たんないんだよな。もう、病気のようになってる。わ、そっちおった。ちょ、ここのマップで KN は微妙だな。さすがにね。うん。もうちょっとなんか、レートの高い武器を持ってくるべきだったな。ちょっとな、中の混戦状態が、ひどいけど、ここは。みんなスナイパーさんだからだな。いない。オッケー。うわー、めっちゃおる。全く当たらんし。
うわー、ちょっと 100% でやってくれると助かるんだけどな。こっちから来てんだよな。よいしょ。ナイス。あー、まずい。おー、よいしょ。なんか全然攻めてるというか、まあでもこっちがね、過半数取ってるからね、まあ、うまく、まあ、裏取りをさせてないから、まあまあ、OK って感じで、OK。危ない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 。やばいやばい。さすがにやばいっすよ。はい、起きろ。あら。うわお。いや、迫撃砲使っとるのか。だからここがあれなんだね、いけないんだね。あそこはな、あれだよな、リス1らへんだよね。あれリス1だけだか、リス1だからな、うまく枯れないんだよな、あの辺にいられると。めっちゃ撃ってるな。起きろ起きろ、あともうちょいだ。おらおら、あぶねえ。おっと、終わったね。いやー、熱い試合やったね。もう何も言えねえってやつだね。まあね、一応ね、楽しくね、まあね、実況というかね、まあ、プレイすることができたのでね。まあまあね、僕はちょっと楽しかったなと思います。というわけでね、ちょっとね、まあ、ケーヌの良さがね、わかんないと思うんですけども、今回はこれぐらいで終了したいと思います。というわけでね、よかったら評価、コメント、チャンネル登録、ぜひよろしくお願いいたします。というわけでまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。